ちょっとバラついたサーブになりました。14番チーズサンダル、9番キレイ、1番バイスソーションの方から足のパークに変わったところで12番松島文字が先行です。7番9番3番西田レイクの佐藤翔馬、インコースからは4番エビベリベリ小林、さらには11番宮城健一です。その後は8番ファイナル勝ちました吉井、6番ユーナイス、10番に5番伸びました。前は3走になって私は文字がリベリベリユーナイス、外から今回6番ユーナイス、4インコース4番エビベリベリが2番手、遅れを取った私は文字追い上げている15番のピコニック、11番レアジェンです。抜けた6番ユーナイス先行、2番4番のエビベリベリ、3番手の先行ですが15番ピコニック、ママ先行ユーナイス、5位に着4番エビベリベリ、3着15番ピコニックのままになりました。6番のユーナイスデビュー戦を飾りました関西馬、松本博吉社長でした。Thank you.
中間です。ここで中間のゴールデンレコードが外から一気に一の幕を制して前に入りました。外から7番の中野川は天井の中に回りが外に来て、今度は天井の中回りが先頭に変わった。さらに離れた外から3番のマクストを決めてくる。そして5番の中回りが次の3番のマクストで、一方からは10番のゴールデンレコードが3番手、前の中回りが中回り3番マクストで、中回りが中回り